見えますか？ Guten Tag! Grüß Gott! Hallo zusammen! あつこです。今回はドイツの豆腐についてご紹介していきたいと思います。ドイツではヴェーガンやベジタリアンの人がすごく増えてきているんですね。彼らにとっての主食はまさに豆腐なんです。肉の代わりに豆腐を食べているのが彼らの食生活なんですね。と同時にドイツ人はちょっと太めな人が多いので、ヘルシー食として豆腐がブームになっているんです。テレビでもよく豆腐が紹介されていて、日本の豆腐は格別に美味しいというふうに報道されているので、日本に行ったらぜひ憧れの豆腐が食べたいと言われることが最近多いんです。そこで今日はドイツにある豆腐についてご紹介していきたいと思います。皆さん、ドイツではこんな豆腐が売られています。じゃーん、見えますか？今回ご紹介しているのはほんの一部の豆腐なんですが、典型的なものからちょっと変わり種のものまでご紹介していきたいと思います。まずドイツの豆腐のポイント1、これは日本の豆腐に比べて高タンパク低カロリーであることなんです。実はこれが豆腐ナトゥア、木綿豆腐に該当するものなんですが、 100g について 13g もタンパク質が入っているんですね。ここでワンポイント、ドイツ語でタンパク質のことをアイバイスというふうに言います。ドイツにいらして、あ、高タンパクのもの食べたいなと思ったらアイバイスのグラムを見てみてください。そしてさらに高タンパクなのがこういった豆腐になります。これは厚揚げ豆腐、そしてこれは燻製豆腐、味付けになっているんですね。これは100g について 19g もタンパク質が入っています。これは日本の約3倍もタンパク質が入っているんですね。ダイエット中や筋トレをやっている方なんかにはとってもおすすめです。その2、私が一押しなのがこのザイデン豆腐。ザイデンは絹のことです。絹ごし豆腐に該当します。こちらは食感がプルンプルンとしていて、まさに日本の絹ごし豆腐をもうちょっと柔らかくしたような食感になります。ドイツには小ネギとか生姜とか薬味がありますので、普通にスーパーで買うことができますので、日本からドイツに来て旅をしている方、滞在中の方で、あー和食食べたいなと思ったら、ぜひこのザイデン豆腐を探してみてください。一般的なスーパーでも購入が可能です。ポイントその3、この豆腐ドイツ人たちは一体どのように食べているんでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。ここにドイツ人たちが食べている食べ方のおすすめが記載されてますね。ケーキとかティラミスとかスムージーなんかも書いてあります。おやおや、ここにはピザも入っているんです。ピザですよ皆さん、ピザ、豆腐ピザ、どんな味がするんでしょうね。確かにドイツ人にとっては豆腐は味のないもの、どんな風に食べたらいいのかなということを悩む人は多いそうです。ですので、大体おすすめのポイントとしては、お菓子の中に入れたりスムージーに入れたりして、味付けを豆腐に味を混ぜて食べるっていうことが多いんですね。甘くしたりとかピザ味にしたりとか、様々な味を混ぜて味のない豆腐を楽しむ方法というのはこんな感じでご紹介されていました。ちょっとご紹介なんですが、この辺りはゴイヒョウテ豆腐といって燻製豆腐になるんです。燻製の香りがします。こんな色になってますね。茶色くなっていて、醤油とみりんベースの味付けがしてあるというふうに書かれています。こちらにはおすすめの食べ方として、パンの上に乗せて食べましょうというふうに書いてあります。さすが主食がパンの国ですね。日本人の感覚でこの豆腐をパンの上に乗せて食べるという感覚はまずないと思いますが、ドイツ人のおすすめの食べ方としては、パンの上にどうぞというふうに書いてあります。このように皆さん、こんな味付けをしたり燻製にしたりして、豆腐をどうやって美味しく食べようかと、日常生活の中にヘルシーな食材を取り入れていきたいと思って皆さん生活をしています。豆腐の販路はこれからもどんどん広がっていくんじゃないかなというふうに想像しています。日本のすっごく美味しい豆腐がドイツに普及されてきたら、きっとドイツ人ももっともっと豆腐の虜になるんじゃないかなというふうに想像しています。そして私は個人的には、やっぱり日本の美味しい豆腐屋さんがドイツに来てくれたらいいなというふうにいつも思っています。やっぱり日本人にとっては豆腐はふるさとの味、美味しい豆腐が本当に時々食べたくなります。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。最近はドイツ人は和食への興味がすごく広がってきていると思っています。前回もご紹介した寿司フェスティバルとか、今回のような和の食材とか、これからもドイツで広がっている和の文化、食文化についてはこれからもご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。それでは今日も楽しい一日をお過ごしください。Viel Spaß! Tschüss!
皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。Viel Spaß! Tschüss!